なんか無理やった。やってる。学園に可愛いって言って帰ってきたもんな。そうやで。可愛すぎる。やられてたよ。やられてた。マジで天才やで。君。君。緊張しました。さすが。アイドルの才能あるよ。だってアイドルなんですけど。アイドルな。アイドルでした。えね、怖いねんけど。え？どうなったの？急にが。え？やった。あれ。文化さんってこと。怖い。ハッキング？え、私やってないのに。え、ハッキング？いけてる？ピッキング？止まってた？止まってたんかな。確かに珍しい3人ですね。確かに。イエーイ。これでオセロで、あのレイコちゃんも N メンバーでーす。え、小指。無理やりさせられました。2人に無理やり。今日はですね、皆さんにお知らせしたいことがあります。嫌だ。嫌じゃない。6月14日加藤優香卒業コンサートのグッズがいっぱい出ました。7月ね。間違えました。はい、ということでまずじゃじゃん。あー、うちわー、かわいい。ワン、注意していいですか、これに。やめて。なんで。今が出たんですよ。裏はね、こんな感じなんです。わー、かわいい。あの、あれを着ました。袴。おー、袴。卒業といえば、そう、初めて着た袴。そうなんです。これみんな振ってください。うわあ、うーかに浮かれっぱなし。はい、そして次はこちら、はい、じゃん、水筒。水筒、水筒。出たんですよ。かわいい、欲しいです。え、あげる。え、じゃあ私もあげるね。あのに、じゃあ私もついでに、いいよね、グッズの人に、ね。はい、じゃあ私もね。あのだって緑担当やもんな。そうです、緑と白やから。まあ、水色に近い。これね、メモリもついてるんですよ。最高。もうね、どれぐらい飲んだか、これ流行ってるよね最近。ですよね。なんかメモリついてさ、どれぐらいお水飲んだかみたいなやつがあります。体感が。そしてまだあります。わ、じゃじゃん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 、じゃーん。ハワくんグラス。わー、イエーイ。すごくない？これさ、この白いものをさ入れるとさ、あ、エッチ。見て、ほら、ハワくんになる。ハワくんになる。お腹が。ハワくんになる。センシティブなのでバウさん。あ、やばい。バウさん出ちゃう。なるんですよ。牛乳をぜひ飲んでほしい、これで。何？見ないの。にゃん。牛乳をぜひこれで飲んで、ハワークにしてください。だそうです。豆乳でもいいよ。飲む。アーモンドミルクでもいいよ。はい、オーツミルクでもいいです。飲む。おしゃれな横文字やめてください。横文字ばっかり言うの。なんで。ちょっと何回か洗った方がいいよ。何回か洗って使用してください。しっかり洗って。まあまあまあ、これはサンプルなんでね。そうです。皆さんに届くやつはすごいいい香りのやつですよ。そして T シャツもあります。じゃん、じゃん、じゃん。これはね、ヒサロ行きました。ヒサロのハワくんでーす。焼きすぎだよ。しげるさんみたいな。歯白くなくてごめん。ヒサロや。そうやね、あのこれはね、ヒサロに通ったハワーくんの。ヒサロ。ヒサロに通いました。サーファーやん。サーファー。イケイケサーファーハワーくんでー。しげる。しげる。こうやってみんなで来てね。こうやって。こう。こういう風に、ね、あ、さりげな。キャー。はい、
い、こんな感じで T シャツもあります。あ、やばい、怒らないで、レクちゃんの皆様レクに怒らないで、ウーカさんはい、そしてこちらもウーカに浮かれっぱなし T シャツ、 T シャツがすごい多いんですよ。確かに、そう、これはねライブのタイトルになっております。これはピンクですが、アイドルらしい、アイドルらしいといえばアーノンということで、あ、似合う、ピンクが似合う、あったー、こんな感じでね、はい、 T シャツも販売しておりますのでしげるしげるに積もりすぎしげるハワーくんです。皆さんぜひ、もうそんなこれから来てたらしげるしかもうイメージなくなるやん、しげるしげるまでしげる、おもろい、ぜひぜひ皆さんゲットしてください。はい、販売中です。さあ、そんなことよりですね、ああ、前田玲子考案、前田玲子考案のグッズも発売されました。チキ風ステッカーとネックストラップの2つです。買いたい、ネックストラップください。イエーイ、今カバー何もしないから。あ、本当ですか。そう、そう、携帯とかにつけてほしいんですけど、ネックストラップは、うん、日常でもなんかさりげなく NMB をアピールできる本当にシンプルなデザインにしました。皆さんが使いやすい。そしてステッカーはですね、ステッカーも携帯に挟んでほしいんですけど、うん、なんかシンプルなのが好きな人はシンプルめの方のタイプの白のねやつ、サインだけ書いてるやつ、そして、もっとデコりたいよって方は、可愛くしたいよって方はデコチェキの方をぜひゲット、ゲッティングピーポーしてください。でもでもでも高いんでしょ。高いんでしょ。高いんでしょ。お値段はちょっと覚えていませんやったはい、ということでグッズいっぱいですね。グッズ担当の人にちょっとあのちゃんの欲しいですって言っとかない。わえ、私のは、え、私のはしげるハワーくんのは何ですか。しげるハワーないんですか。しげるハワーないですよ、それが欲しかったのに。それしか欲しくないですよね本当に。じゃあちょっと言っときますね、あのちゃんのとうかさんの、ありがとう、マストでくださいって。イエーイ、ネックストラップはもう私は使うので。え、私も使いたい。かわいい。もうボロボロやもんなこれすぐウーカさんってねディスってくるんです。なんでもかんでもちっちゃいことでも揚げ足取ってねディスってくるんですよ。ウーカさんのファンの方どういう教育をされてるんですか。めっちゃママくんいる、すごいね、みんなしげるじゃない、私しげるの方が好き。色白ハワーくん、色白どう、冬の期間ほんまに、なんていうことや。みんなしげってしげりたい、みんなしげってしげってしげってください。ほんまにうかうかしてないで、ちゃんと叱ってくださいこの先輩。もうみんなうかうかしてね、この先輩を知られてることも思うわふわふわってして、あんま気づいてない。叱ってやってくださいすいません、うちのうーちゃんがやって。本当ですよ、優しい。どういう教育をされてるんですか。記憶正しく美しく教育されておりますちょっと無理してますありがとう、あの言われちゃった、大好きもうこういうとこがね、私あのちゃんの好きなところ。見られた、あ、うん、あ、そうだダンサブルのライブも今日の23時59分まで、です。サブル、サブルのサブルのライブもみんなぜひ来てください。もうリハでヘトヘトです。けどめっちゃ頑張ってます。うん、なんかそのダンサブル の、うん、あの告知の動画みたいなあったじゃないですか。うんうんうん、あれでもう後ろで私と未来ちゃんが楽しそうにやってるやってるやつも。リカワのやつな。ほんまに。ほんま楽しそう。もう5人目6人目のダンサブル。そうそうそう、もうすぐ6人になっちゃったね、ダンサブルが。そう、すごい楽しかったです。そっちも見てくださいね。はい、ダンサブルルは出ますかって。ブルル、ダンサブルル出てくれるんですか。ちょっと嫌です。あ、断られました。ちょっと嫌ですね。ちょっとしんどいの NG でやって。ダンサブルはしんどいでしかないよしんどいの NG でやってて、実はやっぱ限界突破していこう、していこう、やっぱ苦手集団なんで、ダンサブルルはだからこそ
滑らかに緩やかなダンスをしていきたいなという緩やかね、うん、緩やかな、そんなみんながね頑張って優しさの稲妻を覚えてくれてるのがとても嬉しかったです。稲妻頑張って覚えたのです、ありがとうね。そうだからもうあらゆる時にいろいろ稲妻やってます最近なんかいじるとこで使われてるよな未来ちゃん あの卒業でなんでやねん踊ったじゃないですか、うんうん、あれん時もリハん時稲妻こうやって踊ってたんですよ、うん、私ずっとありがとうありがとうね、嬉しいよ。そうなんですよそんな感じです。こじりんの YouTube、 そうありがとうございます、チェックしてください。え、七夕仕様になってる？はい。え、すごい、わ星がいっぱい、綺麗、かわいいずっと来てくれてる見えてるからね、さっきから。何この気持ち空気何この気持ち空気修羅場や修羅場。そう、神話イエネーヌさんで新しい番組が始まります、よしみロマンス堂。はい、よしみ先生と私秘書の前田がですね、あらゆる問題を解決していきます。よしみ、はい、よしみ、やったー。私は私も出てる。れいこちゃん秘書なの？めっちゃ仕事できそう。そうですよ、仕事できそうです。先輩。はい。あ、キャー。すげー。私じゃないです。あのあれやんな、今日来てくださった。あ、先輩が。あの公文社さんが今日見に来てくださって、めちゃくちゃ美味しそうな差し入れをくれました。年功序列で。え、え、これかこれが。これすごくない？好きなの取ってください。水色にしよう。アイカガーノンさんのやつ選ぶんですか？中間緑にしようかな。全然甘いもので。このさ、なんかモリモリなんすごくない？すごいっす。え、でも抹茶にしようかな。私これにする。これ抹茶かな？じゃないですか？だって。マスクリッチャかピスタチオかどっちかです。抹茶っぽいです。抹茶っぽい。乗ってるものが抹茶っぽい。美味しそう。じゃあこれにします。じゃあ私これチョコにします。あの？固まって。え、全然何でもいいです。うん。好きなのを先に選んで余り物で。そう、ヨシミントなんですけど。なんでよ、アーノ。アーノ選びよ。あ、ついたついた。アーノどれがいい？じゃあそれで。どれ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 ですか？うわ。超美味しそう。これも美味しそうやな。でもなんか食べるの難しい。確かに。本当や。多分カスタード。めっちゃごめんなさい。うん。大好き。え、じゃあこれで。お、いいね。じゃあ私とアーノちゃんはそれで。はい、ありがとうございます。ありがとう。今撮らない？あ、撮ってください。全然。あ、私は後で撮ります。じゃあ私も後で置いときますね。ありがとうございます。はい、面白い。あの子すごい面白いです。はい、よしみめっちゃ面白かったので、ぜひ。よしみほんまにさ、豆な子よな。あの写真集もなんかみんながグラビア出てる雑誌もさ、うん、買ってさ、うん、私もいっぱい宣伝したじゃないですか。ありがとう。撮影者でめちゃくちゃ、そう、あのちゃんと一緒に頑張ったじゃないですか、うん、なあ、あの抱っこして、そう、ハグして、ハグしてると見せかけて呼んでるあくまで呼んでるんで、呼んでる、ハグはしてない、ハグしたかっただけやろ、それ。ハグはしてない、ハグしてたやん、してない、見せかけてるだけ。ハグしたかったやろ、したかったんで、したかったんでしょ、ハグしてない、してたよな、してない、してたでしょ、あなたたち、ね、してたよね、してないから、してたよね、狙われてるんで気をつけてください。狙われてる、戦う強かった、強い、強い人でした。戦う、シゲルハワー君と戦っといてください仲間、仲間、すっごい心強い仲間だからシゲルはなんか見ろ見ろでもこれみんな着るからね、なんで嫌な顔すんの、着るからねなんで嫌な顔すんの、着るからね、みんな。これはどこの出番ですか、しげる、ね、こっちかな、みんな着るの、ね、コムさんあったよ、しげるはちょっとな、やっぱしげる着たいよ ね、 ね、なんかだってしげる着てたら
なんかこう感動したる場面とかでも引っ込みそう。しげるめっちゃこっちが泣いてるのに、そうそうそう、あ、しげるやんみたいな。しげるやな。あ、そっか、じゃあこっちにしようかな。みんなが笑ってるやったらいいやん、うん、ね、電波って言われてる。今日なんか電波悪いんかな。確かに電波悪いですね。私が全部吸い取ってるかもしれん。やめてよ。パンプアップしげるハワーくん。体描いてもらっていい？全然これやったら描けますね。描いてや、うん、そっちの方が良さそうやし。え？売れるかな、うん、じゃあ今からちょっとデザイン直すわ。直してください、うん、でそれで来ましょうみんなで、うん、それこそ笑うやろ。それで真剣な話できる。綺麗な体してるわって。ムキムキやなって、ムキムキやなって。あれね、劇場に貼りましたよ。私公開処刑みたいな。晒されて。今まで白マガ白、あとアンタン、いじりアンナちゃんのあの、うん、やば激ヤバ写真みたいなやつがね、うん、こうずらっと並んでる下に、うん、しかもね、ウーカさんへレイちゃんよりって書いてるかもう分かるんですよ。誰が書いたか。そう。でもあの上西レイちゃんが書いたんかなともちょっと思われてて。あ、おお。じゃあよかった。そうそうそう、なすりつけよ。って書いて、なすりつけとこ。れいちゃんが多いよね最近。うん、すぐにそうやって仲良しだね、そこ二人は。仲いいですね。ドラさん、そうですね、やっぱ特に特に仲良し、はい、特に仲良し、特別な存在。そういうことですね。あ、うかさんもした方がいいですか、こういうの。いいです。いいです、いいです。え、してしてほしいんかなと思って。求めてないです。なんでウーカに肩パンしようって。なんでなんでなんでなん。季節おもろい、肩パン、おもろすぎる。うん、確かにアノンちゃんの独占権になっちゃった。彼のことならどんなことだって私が一番知ってるわ。ハヤシライスとサンデンが大好きで、ジェットコースターが嫌い。投げの、あ、どうぞ。分からへん、このノリが。歌いたかっただけよね。ありがとう、歌わしてくれて。ぜひぜひ。あ、すごい、ミラーボールが回った。じゃあ次ウーカさんあれしますか、独占権しますか。お、うん、いいですね。するえ、してくれますか。うん、誰としよう。私、私、そんな、え、あるんじゃないの、うん、じゃない。え、私、じゃあどっちがお姉さんにするの。え、そんなウーカさんでしょ。私、そんなウーカさん、お姉さんやん。私、え、妹もやりました、シンシンとやった時。あ、そうなんや、はい、どっちもできます。えー、そうなんや、うん、じゃあやります。あ、お、お姉さん、お、こんなやりたいって言ってできるの。一回あの確認します。土下座しよう、マネージャーさん、お願いします。お願いします。最後なんでみたいな、こすりつけて。おねこ血出るぐらい。お願いしますって、血塗っていこう、ちょっと、うん、そう、シゲルの独占権したいと思います。ちゃんと元気に合ってる、すごい、やってやれた。やったね、絶対音感。かわいい、ありがとう、うん、ありがとう、はい、うん、ありがとうやな、かわいい。そう、今日ウーカさんと髪型ほぼ一緒だったんです。そうそうそう、そう、何も打ち合わせしてなくて、うん、まあ、なんびっくりしたもん、ね、なんかチラッと見た時に普通にツインテールしてたから、うん、あ、今日ツインテールなんかなと思ってたら、そんなんチェックしてたん。キュー、見られてるんですけど。だから、そう、なんかいつの間にか同じ髪型になってて、びっくりして、それ喋り方びっくりして、マジギャル、ギャルがいる、マジびっくりして。そう、びっくりしたね、うん、でもめっちゃ喜んでさ、メイクルームでさ、え、ちょっと待ってみたいな感じで、めっちゃテンションが入ってきた。違う、え、な、違いますけど、誰に喋ってんねやろと思ったら、え、髪型一緒じゃないですかって。そんなんじゃない、めっちゃ喜んでました。嫌な方、え、え、待ってください。いやいやいや、もう、もうめっちゃ、もう頭の上から声出てたもん。え、ちょっと待って、違う違う違う、うん、違う違う違う、え、
そんな声出せんやん普段。こっちでした。こっちでした。嬉しい方でした。こっちでした。嬉しい方でした。こっちでしたよ。ねえ、あのちゃん、はい、できてますか二人？できてないよ。あ、できてないです、ね。あ、私あのちゃん可愛がってるんで。私だって石田ゆみがいるもん。なんでまだも。あ、そうですね。確かに。ほんまや。ゆうちゃんが本命だから。あ、本命なんですか、うん、そう、小島さんじゃなくて。あ、それゆり劇場だよ。違うよ。でも私アンチ、こじりんの本命はアーノンだからね。ね、そうなんですか。でも私オンちゃんいるし、アンジュもいる。おーおーおー、いっぱいいるやんけ。アンちゃんもいる。悪い女だよ。アンちゃんも、アンちゃん、オンちゃんがいるから。ノンちゃんは、あ、かわいい。キャー、オンちゃんも無理。のんちゃんが全部かっさらっていく。のんちゃん無理すぎる。かわいすぎる。のんちゃんがかわいすぎる。しんどい。てー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 ですね。ほんまに。てーてー、あ、大丈夫っす。そこを触れなくて。あ、そうだね。なんか異様ですよね、ハワー君。異様じゃないよ、もうこれが私の通常の景色だよ。なんか2人違うのマジで。っていうかさ、ハワー君いるよね、そっちの位置に。はい、いますね。誰、ちょっと名前呼んで。白玉さん。おい、白玉さん。あ、でも白玉さんはね、あの推し。そうですね、やんな。白玉っぽいから使ってるんです。この7位はなんて名前。あー、力くんさん。あ、まあその人はアーノンと私推しやんな。はい、ちゃんと把握されてるわ。でもこっちもすごい、あのうーかさん の、 あのハワーくんでコメントしてきてる。しげるでしょ、この。そう、てーてーよね、みんなね。てーてー、てーてーは尊いを、てーてーっていうの。え、てーてー、ね、なんで私に教えてくれないの。なあ、さっき聞いた時さ、いや、そりゃいいんでみたいな感じやった。なんか心配なんですけど。うかさん、ほんまパイセンなんですけど。うかさん、この扱い、広い。そういうことなんです。やっぱ心を開いてきたっていうことなんです。ね、最初は開いてなかったもんね。はい、全然開いてなかったです。でも、ゆうかの夢見てたもんね。あ、そう、ダッサイ T シャツ着てる。おい、違うやん。ダサくなかったって言ってたくない？え、違う、ダッサイ T シャツ着てたって言って、漢字書いてる。ダッサイ T シャツ着てる。ゆかさんの夢を見たんです。見ましたって全然喋りかけてこうへん。れいこちゃんから喋りかけて、うん、絶対ゆうかの普段の私服ダサいと思ってるっていう話をしたんですよ。思ってない。懐かしい。懐かしいですね。 BLT の時やんな。でしたっけ。もう全然覚えてない。グラビア撮影もうこんな、もう頑丈に扉が閉まってたんですけど。今開いた、うん、ちょっと覗いてる。覗いてるで、それやったらもう開ききったらどうなるの。すごいことになる。バイバイ。すごいことになると思います。恐ろしいわ、うん、ね、なんて返したか全然覚えてないねんけど。あ、でもそっち系、命とかそっち系の。なんかでも小学校の時、うん、夢って書いたあの T シャツを運動会で着てた。自分で書けない漢字一文字、なんかそういうのあるやん、創作ダンスの時。え、ジェネギャ。え、やれへん。みんなでさ、クラス T シャツとか作らへん。あ、クラス T シャツは作りますよ。なんか夢って書いてた後ろに。小学校の時。小学校のクラス T シャツはなかったです。あ、ほんま、うん、なんか黒の子とかはあるけど、でもそんなおしゃれなプリントした T シャツじゃない。黒の T シャツに好きな漢字を白の筆で書くみたいな、うん、あ、もうその直接ってことですか。そうそうそう、自分で書く。そうなんよ、そんなんある。全然やったことないです。おしゃれなクラス T シャツしか着たことないですね。え、ずっと T シャツ当ててて可愛い。あの、ありがとう。かわいい。かわいいよな、はい、これどう。これかわいいです。でもなんかしげるおらんかったら。もうしげる欲しくなってるやん。しげる、しげるが欲しい。しげるね、黒もあったんですけど、うん、え、しげるやん。しげるですがな。黒にしたらよかったな。これはもうしげるですやん。ヒサロにも中入ってる。ヒサロの中周りまで黒くなっちゃった、うん、いいですね。これあれです、メンバーとあの2パターンで、しげるどうですか。あ、うまいな、はい、みんなでしげる。ほら、みんなしげるが欲しくなってる。しげる欲しくなっちゃってる、うん、
黒もあります。もっと茂ったな。しげしげ、うん、しげるに浮かれっぱなしです私。変わってる。私の卒婚やから、しげるに浮かれっぱなし。私の卒婚やから着るの恥ずかしくなってくるじゃん。でほらもうみんな恥ずかしくないよ、可愛いから。なんかこう公園のお見送りとかでそれ着てる方いたら、あ、しげるって絶対これからしげるって言うかは、ちょっと恥ずかしそうにするから、しげるあすぐに 言いますからね私。しげるみんないじられるぞ、いじられる、ね、心の準備してきてね。逆に言われたい人もぜひ購入してくださいっていう。しげるいじりされたい人は、ね、チーム N のファンの方がね多いと思うんです。チーム M にもしげるを取り入れて、うん、M では完全にしげるようにされています。そうなんですね、可愛いよねしげる。しげる出ないですよ、うん、コンサートには。そんな出ないんですか。出ないよ。今日のナンバラも楽しかったね。急に拍手。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。そうなんよ。何？こいとつ100回私が一番乗りやって。イエーイ。おめでとう。私ね、今んとこ劇場公演の出演回数1位なんですよ。今年？はい。じゃあ来年の元旦公演で表彰されるやん。わ、めでたい。めでたいじゃん。もう1回で十分です。そっか、1回も撮ってるんか。はい、すごい。169回。私はあと3回で600回公演。ということで、はい、はい、そうなんです。そうなんです。やばいよね。頑張ります。卒業公演なんかうわ、肩出しんしんや、まかな、おせんせんや、まかな、おせんせん、お母さんまで、おせんせん、おせんせん、ダメです。おせんせん、なんでなん、おせんせん NG です。そう、おせんせん、なん一番嫌ねんな。姉貴、姉貴どうしたんすか。おせんせん、姉貴、え、これ見せていいやつ。いいよいいよいいよ。散々いじったから。あ、もういいよ。あ、もう終わった。終わってない、終わってない。じゃあシンシンはこの T シャツを見てどう思う。どう思う。じゃーん。あなたはどう思う。あなたはどう思う。じゃあなたはこのドアク見てどう思う。ちょっと焼けすぎ。みんなどう思うんや。ほらほら、なんでこんな黒いんですか。ガチなこと言うとひまわりなんですよ。ほらやっぱね、ひまわりにしてもどうどうどう。これはママくんじゃないです。え、違う、しげるやん。これ何、偽物。しげるって言われてる。しげるだけ、しげるさんの。しげってますね。ほらやっぱりしげるじゃないですか。しげる T シャツ、しげてぃって。じゃあみんな、しげてぃ、しげてぃ商品名変えたんか。マストアイテムだよね、しげてぃは。うちらのトレンド、そのトレンド、みんな着るからね、しげてぃは。しげてぃの景色見れるってことですね。そで、しげてぃが満開、もうみんな一面の、そう、一面しげてぃ。絶対泣かれへん。絶対私たちは泣けるやろ、見えてないねんから。お客さんやんか、目線が。何よねえ、泣いてね。え、これ私たちも着れるんですか。そう、これかこっちやねんな。あ、うわ、そっち、しげるかこっちか。え、ちょっとしげてぃがいいです。やんな、やんな。やんな、やっぱしげてぃにしよう。でもしげてぃやと泣かれへんで。あのクスクスはします。嫌やだ。いいこと言ってる。そう、いいこと言ってる。クスクスはしとみんな肩こ泣いてるかと思って。笑ってるんや。めっちゃ笑ってる。新しいの卒コンで。いいやん、斬新。みんな買ってね。みんなでしげる着ようね。おいくら万円ですか。おいくら万円なんだろう。2500円とか3000円とかじゃなかったかな。どうだったっけな。
きっと教えてくれますファンの人が。うん、シゲティ畑になるな。そんなんなるよな。そう、黒とかやばい。でも黒は多分ないねん。でサンプルやから。そう、世界に一つですか？3100円。3100円。お、ニアピン。ニアピン賞。気まずそうな顔。ね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 。すごいメンバーですね。もう一生集まらん。なんか顔が真っ赤にしてた。一生揃わないメンバーです。すごいヤーノンの画角。すごい。すごい。これはじゃあどんなグループ名をつけますか？あ、JK みたいな、うん、やね、何がいい？やっぱそれはお先生に。お先生。お先生。先生、先生の名付け親、うん、考えてよ。いや、でもうちらもな、一面があるもんな。あ、そうです、うん、一面。うちら一面なんです。一面があるんです。お、一緒になろうや、合体しようや。え、よく、まさかの合体しようや。こちらの一面は、うん、いつがひらがなで、うん、面がカタカナじゃない。あ、確かに。でもうちらは、はい、一面はひらがなですっていう名前なん？いや、ひらがなの一面なんです。あ、そうなんや。やってて、かわいいやん。そう、ハッシュタグももうあの人つぶやいてまして、一面はひらがなですっていう。そこで差別化をね、ちゃんと。そうそうそう、そうなんや、っていうのをやってます、いつかコラボしようや。コラボ入って、コラボ入ってしようや。やるや。ちょっと憧れて、うん、そう、密かにやってて、ね、密かに。あ、そうな。まだ1回しかやったことないけど。だから回数をやっぱ重ねないとね。ダメだから。なるほど。そうだから、え、だから N にいっぱい出なあかんってことやな。またぎな、またぎな。はるちゃんやろ、もう一人。はい。いいやいいや、コラボしよう。ああ、じゃあそろそろ終わりましょう。はい、終わりにゃー。バス。それでは、順位を発表します。13位リコ、ありがとうございます。12位、アルマサトリアさん、ありがとうございます。11位タンクン、ありがとうございます。10位がユキちゃん、ありがとうございます。9位が野原慎之介のすけさん、ありがとうございます。8位ユージロさん、ありがとうございます。7位カエデちゃん、あ、カエデ、ありがとうございます。6位サトシさん、ありがとうございます。5位アイカ、ありがとうございます。4位シナミさん、ありがとうございます。3位バロックさん、ありがとうございます。2位つぶつぶさん、ありがとうございます。1位タカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、商売さん、ありがとうございます。次もの公演は、私は次もナンバラなので、じゃあまたウカさんも出るので、ウカさんと一緒にショールームします。はい、出ます。ありがとうございます。